今からリエツキに向かいます。間に合った。これはロンリンのストラスブールシリーズのスープイエに入っているもの。ただの茹でたじゃがいも。このブルーと白が綺麗な足跡を切る。拠点は焼いたもの。そしてこのお皿がルネビルの皿。魚はスタビラメ。いただきます。おいしそう。おいしい。
ça c'est vraiment très frais. C'est quoi le nom de, tu vois, ça, le nom de poisson? Ça c'est un bar. Bar. OK. Ensuite, ブロッセルで、ミネラルがとっても濃くて水分を含んでる大きめのこんな塩です。で、肉ぬい湯をお腹の中に入れます。次にレモンの輪切りも中の中に入れます。そして190のオーブンの中に入れます。コミアのミニュー焼くのかわからないです。サルグミンのお皿があったのでこれを使ってみます。じゃあ、お腹の調子がまだ完璧じゃないので生野菜は食べれないのでまた焼きトマトです。あら、c'est cuit? Oui, c'est là. Ce côté-là, oui. Il faut que je vois le côté.Côté, ça va se casser. Si je fais ça. Hop. Ouais, c'est bon. C'est pas très joli. テーブルに運んでくる前に食べちゃってます。ひどい。見た目はあんまり良くないけど美味しいです。スーンエルヴァーズノーナチュラル。今日日曜日で、ブロカントではなくて、ウィットグルニエ、フリーマーケットがあるようなので来てみました。すごく風が強くて寒いんですが、見ていきたいと思います。じゃあ行ってきます。すごく大きいウィットグルニエですね。
Ouais. Bon, pas les abricots quand même. Non, il n'y a que ça. T'en conseillez une particulièrement ou... Tout est bon. Mur, cassis. Ah, il y a des murs, c'est bon, oui. Les murs. Les murs, oui. Les murs, c'est bon. Elle est où, les murs? Alors, ça, il y a des murs. Merci. Regarde, le mur, c'est pas bien. Thank you.
el silencio sigue ahí, no simules ser sincero, reconoce dinos ya que sí, porque no. Vous vendez combien de terres ? 3 euros. 5 euros ? Oui. Ok. Il est à combien, c'est à combien les... Ah, c'est vrai. Attendez, je vais m'en loger. J'arrive tout de suite. 30 euros les deux, madame. T'as qu'à suivre, t'as qu'à suivre. C'est trop cher. Ah, pas tes coups. Ouais, c'est ça. Tu connais ?
tu filmes les objets? Pas du tout. Allez-y. Merci. Je vais même filmer le pick-up. C'est vrai? Ah bah c'est sympa ça. Tu viens à vous? Ouais. Mais vous venez avec? D'accord. Mais il date de quand 1957. C'est américain ou? Américain, Chevrolet. Ah ouais, tiens, 1957. Chevrolet. D'intervention de pompiers. Voilà, ça c'est la veste de protection et t'as les bottes. Pompiers. Partez là, mon frère, parce qu'il est pompier. Ah, c'était votre frère. Et ah, puis, non, j'ai conservé que le casque. いつも思うんですけど、これの、ピーチでいただきます。こうやって、こぶさ？No, je la prends dans ta main。やっと晴れました。こんにちは、ポネです。今回は前回の南仏のバカンスに引き続き、ここディープのバカンス編です。一度南仏からのバカンスから戻って、夫はもうすでにこちらに来てたんですが、私は2週間パリに、いて、それから
夫に合流するためにリエッピに来ました。あの南仏がとっても暑かったんですが、パリはぐんと気温が下がっていて、あの薄手のダウンを着なければいけないぐらい寒かったです。そしてディエップに着いた時もやはりこちらも気温が低くて、あの今回ディエップのリートグルニエに行ってきたんですが、その当日も少しお天気が持ち直して太陽は出てたんですが、風がとっても強くて寒い日でした。そしてあの当日はかなり出遅れて行ってしまいました。その日にあげた南仏の分の動画が YouTube にアップロードするのにとっても時間がかかってしまっていて、なかなか出かけられなくて、遅くなりました。そして会場について気がついたらカメラを忘れてしまっていて、もう一度戻ったり、銀行にお金を下ろしに行ったりしているうちに、なんと、あれは4時ぐらいになってしまっていて、もうダメかなと思いながら向かいました。まだ開催されてはいたんですが、あの日とっても風が強かったので体感温度はかなり低かったと思います。そのせいでお店もどんどん店じまいが始まってしまっていて、慌てて見て回りました。かなり広い会場だったので、朝から行けば1日かけて見るのにちょうどいいぐらいの大きいビットグルニエでした。ちょっとそれが悔やまれるんですが、慌てて見て回ったので、実は今回は1点しか買えませんでした。夫は、本ですとかあとジャムを買ったんですが、私はお皿を1枚だけ、今ここに、置いてある他のものは私の大好きなディエップのブロカントの店で後日購入したものです。これはまた次回の私の動画で、皆さんにご紹介したいと思います。今回見つけた一つのもの、それは口がレースになっているこのリュネビルのお皿です。これは私の動画をご覧いただいている方には記憶があるかと思うんですが、私の義理の母の家を撮影した時に最後に義理の母がこれもあるわよと見せてくれた、あのリュネビルのこの縁がレースになっているタイプのお皿です。最後に本当にもう慌てて店じまいを始めているスタンドの間を通って見て回っていたんですが、やはりその店じまいがほぼ終わりかけているお店で、あっと目に入ったのがこのお皿でした。これ私が1枚家に持っているものと同じタイプなんですが、こちらの方が一回りサイズが大きくなっています。本当に可愛いお皿ですよね。裏にはこうあります。これは1枚たったの3ユーロでした。これは残念ながらこの1枚しかなかったんですが、速攻でゲットしました。そしてこれが夫の買ったミュールのコンフィチュール。ミュールという果物のコンフィチュールジャムです、これを売っていた方はご自分で実を取っていらして作りになった手作りだそうです。他にも、手作りのジャムがあったんですが、食いしん坊の夫が選んだのはこのミュールでした。皆様にご紹介してから食べようと思っているんで、まだ食べていません。楽しみです。本当に広い会場でたくさんのスタンドが出ていました。プロの方とプロでない方
の両方いらしたと思います。もう少しというかかなりもう少し早く出かけてみていればかなり見応えがあったビットグルミエじゃないかなと思います。あの日かなり風が強くて店じまいなさってる方もこの風じゃねーとおっしゃっていらっしゃいました。じゃあまた来年ねーとご挨拶していたのできっと年に一度の、ディエップの夏の大きいビットグルニエだったのかなと思います。また来年もできたら今度は早く出かけて見に行きたいです。到着した時はまだ寒くて、とても夏のような感じがしなかったんですがどうにか天気が回復してきたのでこれからディエップの海を楽しめるかなと思ってます。次の動画ディエップのブロカント編も楽しみにお待ちになっててくださいね。